はい、今回はですね、ロジック新規の第3弾としまして、ピッチ修正ですね。今までロジックはですね、ピッチを補正するソフトはあったんですけども、そこまで細かく補正することはできませんでした。ただしですね、今回ロジック10になってですね、そのあたりが強化されていますんで、こちらをサンプル楽曲を使って解説していきたいと思います。まず楽曲なんですけども、サンプル用意しました。こんな感じになっています。このあたりをちょっと修正してみたいと思いますね。で、その前にですね、全くピッチ修正と関係ないんですけども、おすすめのショートカットがありますので、ここで説明しておきます。ショートカットを割り当てるには上メニューロジックですね。そしてキーコマンドというものがありますので、これ編集。一応デフォルトでオプション K でも行くことができます。こういった形になってますね。で、ここです。今もあらかじめ見えるようにしておいているんですけども、このグローバルコマンドの再生または停止して、最後に指定した位置に移動ですね。こちらにスペースを割り当てておくと、指定して、止めると。このように止めた時にですね、もともと再生した位置に戻ってくれるといった形ですね。これがピッチ修正など同じ箇所をこう何度も聞きたい時に非常に向いていますね。それでは実際にピッチ修正入ってみたいと思います。まずピッチ修正はですね、フレックスというモードにしなくてはいけませんので、ここですね、この部分を点灯させます。クリックしますね。そうするとフレックスのこうモード、いろいろあるんですね、このように。のモードを選んでくれって言われているんですけども、ここにですね、フレックスピッチというものが刺さっていますね。上のフレックスピッチクリックします。こうするとですね、分析がこのように始まりますので、終わるまで待ちます。こんな感じですね。はい、このように分析が終わると表示されていますね。そしてですね、この状態になりましたら、ダブルクリックをして、こう、エディターの方を表示させますね。ちょっと大きくしておきましょう。こんな感じになります。はい。そしてエディターの今修正したい部分、このあたりですね、もう見ていくんですけども、まず注意点として、ここがですね、たまにファイルとかになっていると、まあ、いつもの編集画面になってます。ですので、ピッチ修正を入れたいときは、こちらトラックに切り替えて作業を行うことになります。また、この部分だけを拡大したいなんていうときにですね、これもピッチ修正に限らず全般で使えるんですけども、ズームっていうのは普段こちら右でやっていくんですけども、オプションをしながらですね、この拡大したい数字のところをクリックして、下にドラッグすると拡大、上にドラッグすると縮小になります。こちらも合わせて覚えておくと便利かと思います。それでは少し拡大して、このあたりやってみましょう。一部分だけでいいですね。19、20ぐらいあたり。このあたり行きましょう。で、もう少し拡大を入れます。そしてこれ見ていただくと、まあ、ピッチ修正ソフトは大抵こういう表示画面になってますね。左が鍵盤になっていて、右側が実際に歌われている音程ですね、になっているといった形。ですので、この鍵盤と照らし合わせて見ていくといいかもしれませんね。で、クリックすることによって、はい、今音が出ましたが、このように実際演奏される音程が鳴ってくれますね。あとは、こう上下ドラッグでですね、変えることができる。で、例えば、じゃあ今は、ちょっと変えてみましょうか。こうやってみます。そうすると、このように簡単に音程を変更することができます。またこの結果を戻したいという時はお決まりのコマンド Z が使用できます。こんな感じですね。はい。で、ちょっと見ていただくと、鍵盤の真ん中が正確な音程なのに対して、この部分が低くなってますよね。実際にこうやってカーソルを合わせると、ファインピッチ、詳細ピッチがマイナー43、低いと言ってます。この43という単位は1000とって言われていて、1で100分の1半音になります。今はこう真ん中に来れば正確な音程なんだなっていうのを覚えていただければいいかなと思います。で、今僕はですね、このファインピッチという、この、ちょっとちっちゃいんですけども、この真ん中の丸い部分をドラッグしたからこう、1000単位で動かすことができたんですけども、このように真ん中の部分ですね、この手のマークに変わった状態で動かすと、このようにですね、半音単位。必ず半音単位で動くことになります。ですので、大抵ボーカルはですね、こう微調整していくことが多いので、このファインは非常によく活用するんじゃないかなと。ちょっと低いとか、調整していくことになりますね。はい、この部分高いですね。間違ってこう音程を上げすぎていますので、こちらを修正。聞いていく。やっぱり見た目。真ん中に来れば合ってるっていうことでもなかったりとかするのがまた難しくてですね。やはり何度もこうやって
耳で聞いて自分の好きなところに定めていくというのが基本操作になります。ですので最初冒頭にご紹介した同じ箇所にこう何回もこう再生ポイントを戻せるショートカットが生きてくるといった形になりますね。他にも丸い部分ありますよね。ここでですね、効果が違ってくるのでちょっと解説してみたいと思います。左上と右上に関してはですね、ピッチドリフトと言ってですね、実はこのですね、入れ物の場所だけじゃないんですね。音程の高さを示唆しているのは。この中に白い線が書かれていると思うんですけども、実はこれが詳細の音程ですね。実際に入りが低いとか、お尻が高いとかあるわけですね。ここを微調整することができます。はい。今、お尻の部分だけ上がっている。で、頭の部分だけ下げるとか、こういうことができますね。もう極端にやってみると、はい、一瞬上ずったのがわかると思います。で、逆にこう上ずった音程を、ここだけ修正という。地味なように思えるんですけども、自然に聞かせるために非常によく使えますね。左下に関しては原因。音量ですね。これは素晴らしいのはですね、この部分だけの音量を変えることができます。これもドラッグで。はい。大きくなりましたね。歌詞の聞こえづらい部分を少し持ち上げたりなんかができるのが非常に嬉しいところですね。もちろんこれもコマンド Z で初期状態に戻すことができますね。そしてこちらはですね、ビブラートになってますね。上下ドラッグでこうビブラートの波を変えることができる。先ほどご説明したように、白いこのラインが詳細音程ですので、上下ドラッグしていくと、はい、激しくこう動くのがわかると思います。音程が波打ったのがわかりますよね。逆に言うとですね、このビブラートをですね、抑えることができますよね。要は、ボーカルさんがこう歌った時にビブラートを強くかけすぎてしまったなんていう時は、ここで少しビブラートを弱めておくなんか、いうこともできますし、こういうふうに全体を選ぶこともできるんですね。そしてここでですね、全体の波をこう均一化しておくことで、ケロケロボイスっぽい感じの効果を出すこともできますね。ここも覚えておくと便利かと思います。そしてですね、ここも覚えておいていただきたいですね。例えば今これを見てみましょう。かなり音程差があるにもかかわらず、一つのブロックとして扱われてますよね。こういう場合は分割した方がスムーズな音程編集ができるんですね。この時はですね、ロジックのいつものおなじみのこのハサミツールを使って分割したい箇所をクリックすると。このように分かれてくれるので、あとは自由に先ほどのファインピッチで修正していったりなんかが可能となります。こんな感じで音程が変化しますよね。さらに切って上げる。なんかいうアレンジもできてしまうと。このあたりを覚えておくことでかなり緻密に編集ができるかと思います。あとは最後にですね、これタイミングも修正できてしまうんですね。例えばこの入りが早かった、遅かったなんていう時はですね、このようにMIDIのノートと同じようにですね、ドラッグすることでですね、修正を行うことができるといった感じですね。この場合、辻褄を合わせるためにですね、伸ばした分、後ろが縮まります。前の場合は、伸ばした分、前のノートが縮まるといった形となりますね。はい。今ちょっと適当なんですけども、一応こんな感じになるということで、フレーズが変わりましたよね。今はこのように極端にフレーズを変えたんですけども、ここが早い、遅いっていうのを微調整していくというのに使えますね。こんな感じですね。かなり強力なピッチ修正機能がついたということです。やっぱり嬉しいのがですね、ロジックと連動していますので、操作感が非常に統一されているところですね。ぜひこのようにいろいろとこう試して使ってみて、クオリティアップを図ってみてください。それでは今回ロジック新機能の第3動画ですね。これで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。